はい、嫁です。今日はインドネシアジャカルタで一番の名物があって、皆さんこれ知ってました？世界の美味しい食べ物ランキングっていうのがあって、1位にルンダンっていう食べ物があるんですよ。2位がナシゴレンで、3位がお寿司らしいんですよ。で、その1位2位がどっちもインドネシア料理なんですよね。細かいなっていう風に思ったんですけど、世界で美味しいものランキング1位2位がマジでインドネシア料理なんですよ。その中の1位のルンダンっていうやつを今から食べに行こうと思います。みんな知らないでしょ、ルンダンって。僕も知らなかったんで、マジでこれ世界一うまかったらみんなほんまにお得情報だと思うんですよ。僕が確かめてきます。ってことで、普通に行っても面白くないんで、ローカルの電車使ってみます。どんな電車 の乗り方か。インドネシアテロとかやっぱあったんで、あの宗教観の問題があって剣物持ち込めないんですよ、いろんなところで。モールでもそうやし、向こうだもちろんそうやし、この電車の駅の中でもそうなんですよ。だからこういう風に危険物ないかどうかのあれがあります。だからこのゲートくぐってとりあえず行ってきます。マリファナ入っとよし、じゃあチケット買うで。チケットカウンターね、これもう面白いんですけど、ここでしたっけ？うん、違う、違います。ここじゃないですよ、皆さん。ここではチケット買えません。チームカードみたいな、あ、じゃあパスモみたいなやつ、パスモみたいなのも駅で買えます。チケット買うのはここ。ハロー、はい、バーナー、バイ、チケット2チケット、いや、3000どれっすか？あ、赤渡したけばお釣りきます。あ、バーナーじゃないですか？これ500円も取るんですか？これ要はあの最後にキャッシュバックで降りた駅で返したら1万5000円ぐらい戻ってきます。おー、面白。じゃあ行きましょうか。とりあえず行きました。めちゃくちゃ綺麗。なんでこんな綺麗な電車があるのにあんな渋滞するんですか？やっぱ車持つのステータスですからね。なるほどね。ハロー、 This is YouTube。 ハロー、 This is ハロー。 You are cute。 Thank you。 かわいいですね。地下鉄ですか？地下鉄です。それ逆走。逆走ダメですよ、インドネシア。地下鉄しかないんですよ。途中で地上上がります。東横線みたいなもんですね。来ましたね。あんまり電車ないから、なんかちっちゃい車です。女性専用車両とか分かれてるらしくて、こちらの系なんで、その辺の男女の関わりがすごい厳しいらしいです。バスも前が女の人で後ろが男の人とか、そういうのがあるらしいです。意外と綺麗ですね。じゃあ目的地に行ってきます。はい、着きましたんで、これで出ます。これやっぱりすごいね、便利ですね。で、これキャッシュバックがあります。でも切符買ったところと同じところで渡したらキャッシュバックしてくれます。ハロー、キャッシュバック Thank you。 1万5000ルピアのキャッシュバックなんで、実質いくらですか？80円ぐらいですか？80円か。電車80円で乗れます。めっちゃ便利。5駅ぐらいありましたね。5駅ぐらい。じゃあ行きますね。世界一の飯。はい、到着しました。電車乗り継いで、ここ伝統的なインドネシアの料理の手法らしくて、じゃあそこちょっと撮ってみます。世界で最高の料理を食べたい。はい、ハロー、トゥー、ルピボさん、トゥー、ルピボさん、あ、トゥウダラソウダル、ウダスモーガーダ。どういうことなの？全部売り切れです。人気店、人気店か。しゃあないな。いや、まあしゃあない、しゃあない。切り替えましょう。違う店行きましょう。違う店行きましょう。全然切り替えで。はい、やっと来ました。行きたくて行きたくて、世界で最高の料理を食べたくて、やっとここまで来ましたよ。ブロック M まで。ブロック M ね、日本人エリアなんですけど、ここにすごいね、あのベトナム人、ちゃうわ、インドネシア人がおすすめしてるお店があるらしいんで、ちょっと行ってみます。ここにもうほんまこれ世界で最高のご飯食べれるんで。あ、Do you have ルンタン？ Do you have ルンタン？ 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 アビス？ アビス？ No！アビスナイス。あれっすね、縁がなかったっすね。結論売り切れてました。皆さん今時間としては9時なんであるはずなんですけど、2つの店とも売り切れてましたね。世界で最高の料理を食べるのはやっぱり難しいです。食べようと思ってから今2時間ぐらい経過してるんですけど、これはね、明日の昼っすね。これ昼空いてるんですか？空いてます。今日はね、やめときます。ちゃんと明日の昼来ます。ってことでやめときます。今日はとりあえず、はい、行きますか。一旦ね、一旦今日はやめて、はい、明日行きます。もう縁がなかったってことで、これしゃあない。誰も悪くないし、断念がある必要もないしね。違うもん食ったらいいんで今から。
はい、おはようございます。昨日はほんまに全然食われへんかったけど、世界一美味しいらしいんで、さすがに食べとかなあかんかなということで来ました。ちょっと迷ってんけど、もうええかなと思ってんけど、やっぱり食べといた方がいいなっていうことで来ました。いや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 、ほんま何時間かかって食えんねんっていう話だけど、この店ねちゃんと来ましたよ。僕起きて昨日やってんかったところ、そのルンダンってやつだけ食べれたらええから、もうそのルンダンってやつだけ食べるわ。ハロー、ディラブルンダン、ルンダン、ワンルンダン、ワンルンダン、ルンダンありました、やっとありました。ルンダンラッキーセブンで食べます。ルンダン行く、ルンダン行く。 CNN っていうなんかの機関が調べた情報らしいんだけど、その情報的に世界一うまいらしい。どんな味なんやろ。世界一っていうぐらいなんで世界一うまいんやろなっていうことやねんけど、これマジでうまくなかったら俺はびっくりするよ。だって昨日の5時ぐらいからちょうど、ルンダン、いや、ルンダン、これルンダン、いや、ルンダン、ディズニールンダン、ルンダン来ました。速攻、僕が思ってたルンダンと全然違いましたね。ルンダンこれ、これ世界一うまい、マジで言ってる、これが世界一うまい。 CNN、 CNN が世界で最も美味しい50種類の食べ物に発表しました。50位に生春巻きとかいろいろあって、3位に寿司やねん。で1位がこのルンダン。これルンダン思ってたのと全然ちゃうな。見た目、見た目はねすごく美味しくなさそうですね。これ世界一美味しいらしいけど、ナンバーワンインザワールド、ルンダン世界一うまいらしいです。これはほんまに全然美味しくなさそうやんけど、いきます世界一。牛肉やなこれ、世界一の料理はこれ牛肉ですね。もう一回いくで、分からへん。もう一回いきます。世界一なんやろこれほんまに。いきます、世界一いきます。そんなはずはないと思うんで、もう一口いきますね。まさか世界一言うてんのに、そんなわけないやろ。世界一や言うてんのに。昨日もね優しい人がねすごい現地でいろいろね撮影もついてきてくれて、その人が世界一うまい言うてんねんから。 CNN でもねネットで調べたら出てくるね。これ牛肉で少し辛みがある、超辛い、インドのカレーみたいな辛さ、香辛料があってスパイスの辛さですね。牛肉はすごく硬いですね。牛肉の塊をカレーでつけてそのまま掘り込んだっていう感じ、お皿に。もう世界一のはずやねんから、そんなんちょっともう一回確かめてみます。ほんまに世界一か。世界5位やわ。逆なんだね。マジで逆なん。